超怖い話ガームということで、残り4個です。ラスト4。下手したら3つ被って、ラスト、これこのパートがラストかもしれません。あ、不吉。今までこんなことなかったのに、これは嫌な予感がプンプン仕上がるで。ということで、オール新作18話入ってるはずなんで、まだまだ読みてない話はいっぱいあるはずなんですね。はい、来ましたー。被りましたねー、影。待って、今まで、1、2、3、4、5、6、7、8。で、遊べるお菓子で読んだ2個の懐中時計と缶ジュースがあるから、全部で、18分の10見たことになるわけだね。ということは、半分ぐらいはまだ見てないから、まだまだこの3つぐらいはせめて見たことのない被りなしであることを願いたいね。呪いの手紙は読んだことないよね。郵便ポストだもんね。ということで被らなかったです。超怖い話、その111、呪いの手紙。僕の学校には誰も近づかない不気味な物置き部屋がありました。ある日僕の友達の M 君がその物置き部屋から呪いの手紙と書かれた封筒を見つけて僕に渡してきました。いらないと返そうとしましたが、少し気になり家で読むことにしました。家に帰って手紙を見ると呪いの注意と手順が書いてありました。注意、ここに書かれた手順を行うと人を呪うことができます。手順を間違えれば呪いは自分に返ってきます。紙とペンを用意してください。手順1、初めにどんな呪いをかけたいのか目を閉じて思い浮かべます。はい。手順2、呪いたい人の名前を紙に書きます。はい。手順3、最後に目を開けます。目を閉じたまま名前を紙に書くんだと書いていました。僕はこれは面白そうだと思って紙とペンを用意して目を閉じました。え、もうここで袋閉じの次になっちゃうの。いきます。え、こんな手紙を渡してきた M 君に3日ぐらい眠ってもらおうと思い、目を開けて紙に名前を書こうとしました。するとペンを持った手と体が動かなくなり、耳元で誰かのささやく声が聞こえてきました。お前は目を開ける順番を間違った、呪ってやると、誰かの声が聞こえたと同時に目の前にフードをかぶった骸骨が現れて僕の目を奪っていきました。あれから僕は何も見えていないので分かりませんが、呪いの手紙は消えてしまっていたそうです。目を開けて紙に名前を書こうとした。目を開けちゃダメなんだよ。呪いたい人の名前を紙に書いた後に目を開けなきゃいけない。手順を間違えると呪いは自分に返ってくる。超怖い話、その111、呪いの手紙でした。皆さんも人を呪いたいときは手順を間違えないように、そして人を呪わないようによろしくお願いします。ということで、ラスト2個になってしまいました。超怖い話ガム、次回最終回の可能性もあります。ということで次回に続きます。レトルトさん、みんな、レトルトを助けるために、そこのボタンを押して、チャンネル登録してくれー。動画の更新も、すぐにわかって、レトルトも、大助かりだー。スマホの方は、登録ボタンを、押すか、説明文の、チャンネル登録よろしくどうぞ、の、右からどうぞー。それでは、別の動画で、お会いしましょう。